日本の食事作法。日本の食事作法とは、食事をする際の日本独特の作法、マナーである。本稿では、日本における、日本の文化に基づいた、日本の食事における一般的な作法を記述する。日本における、食事作法は、中国の箸と共にサジを使用する作法とは異なり、汁ワンを手に持って食べる独自の食事作法となっている。 日本は独自の食事作法とされており十三世紀に道元が表した不条犯法は、禅宗寺院における食事作法を詳細に規定しているが、肘をつかない、音をさせて、物を食べてはならないなど、現代の作法とされるものをすでにほとんど網羅している。室町時代には、小笠原流、伊勢流といった霊法の流派が形成され、包丁や箸使いの少佐が編み出された。 室町時代末期に中世武家霊法を集大成した小笠原流は続く、江戸時代に幕府の用いるところとなり、食事作法を記した食物服用の末など、無数に発行された同流の作法書により民間にも浸透した。庶民の間でも、食事作法は年中行事、身体作法、言葉遣いなどと共に生活作法の一環として、 家庭内のしつけを通じた教養の一つとされた。各食器は、日本の食事作法に従って配膳され、箸は頭を右にして、手前に、ご飯は左、左上位の古来文化に基づくに、汁物は右側に置くことが基本となっている。おしげは器を置いたまま食べるが、お吸い物は右側になる。ご飯と汁物のうどんや蕎麦のセットのような席では、作法は問われない。 多くの場合、食事の際には箸を用いるが、現代においては、フォーク、スプーンなどの用具を用いることもある。果物や菓子などの一部の食材、料理は手を使って食べても良いが、肉、魚などの料理を、用具、食器を用いず、手づかみで食べてはいけない。ただし寿司や茹でたカニなどのように手で掴んで食べることを前提とした料理もある。寿司を手ではなく箸で食べることを求められる場合もある。 ほとんどの場合は、料理と一緒に食事に必要な食器が一、揃いついてくるため、箸などが付属しているかどうかを確認する。日本ではかつてタクを使って食事する習慣がなく、箸を使用すること、また畳の上に正座し、かつ低い膳を使用していた歴史から、茶碗を手に持って食べる文化がある。さらに、ご飯茶碗や味噌汁の碗などを手で持たずに食べたり、皿に身を乗り出して、 口が料理を迎えに行くことが無作法とされる、犬食くい。和食を食べる限りにおいては和音を持つことが正しい作法である。日本国内の和食においては和音を手に持つことが基本ではあるが、例外は本、サブセクションにて口実。和音の持ち方は、左手の指を平たく伸ばし、親指を起こして和音の円に引っ掛け、残りの四本が底のところにある糸底。 そこの円周上に突起している部分を乗せるようにして持つ。こうすれば、ワンや丼の中身が熱いスープ、味噌汁などでも熱い思いをせずに持つことができる。人差し指、中指、薬指、小指はまっすぐ揃えた方がより洗練された持ち方に見える。陶器でできたやや重たいワンは安定して持つために親指の付け根を円につけて安定させる。では、 茶碗を両手で持つことが作法となっている。正確には、主に右手で容器を持ち、左手は容器の底部に添えて、軽く支え、正面を向いたまま、口に飲み物が入ってくる程度で、そっと容器を受けるというものである。これは、飲む行為そのものを美しく行うことを主眼としている。箸文化圏であっても、韓国では、食器を持たずに食べるのが正しい作法であり、 日本やベトナムの文化とは異なっている。日本における箸は、魂が宿ったものともされており、和食は、箸に始まり、箸に終わると言われるなど、箸の使用方法、箸使いは特に注意されている、嫌い箸を参照。日本では、すべての料理、液状の料理を除くお箸で食べることが基本となっている、フォーク、スプーンなどの別段の用具が供されている場合は、 別である。また、箸は食べ物をつまむ、挟んで持ち上げる道具である。料理を箸で突き刺したり、左右の手で箸を持ち料理を挟みのう切ることはしない。箸の持ち方は箸使用法を参照。日本の食器でも、漆器、木でできたものに漆を塗装してある食器は、繊細で傷つきやすいため、漆器に対して、スプーンやフォークなど金属でできた食器を使用しない。 傷をつけ壊してしまうため。このため、箸に不慣れな外国人などが、和食、特に懐石料理のような格式を重んじて湿気が多用されるの席で、スプーンやフォークを要求しても断られることがある。日本では、複数の皿が同時に、触覚の前に供される場合と、一皿ずつ順番に供される場合とがある。この場合、 一つの皿の料理だけを食べてその皿を開けてしまうのは、片付け食いといい、不作法とされ、複数の料理を順番にバランスよく食べる。三角食べとも言う。多くの場合は、それぞれの料理を順番に口に運ぶことで、味を最大限に楽しめるよう工夫されている。このような食べ方は、解析や解析料理など順番に配膳された一品が一つの皿の場合対処が困難となる。 食事に招かれたり飲食店などで供された料理は残さず食べることが作法とされている。一方で、本禅料理において、与えの禅の体の姿焼き屋後の禅の口取りは、その場で食べず残して持ち帰るため、前の記述とは矛盾する。これは食物を基調とする日本の価値観によるものであり、道元はその理由を、食材は多くの人々の労力のこもったものであるから粗末に、 してはならないと述べる、米という字を解体すると八十八読めると同義。この関係で日本では飲食店で食べきれないほどの料理を注文することもマナーに反する。万が一、食事を残す際は苦手な食べ物、満腹、アレルギーや特定の禁忌がある等の事情を述べて丁寧に断る。蕎麦やうどんの汁は飲み干しても残しても随意とされる。 目上の人から箸を持つ、下の人は先に箸を持たない。目上の定義が曖昧なため、食事を始められない場合が発生する。基本的に一人ずつ前例用意されるため、主菜副菜とも一人分が盛られ、汁と飯と名は同時になくなるように交互に食べる。解析では汁を飲み切った時点では、飯を少し残しておき、酒が注がれてから名である向こう漬けを食べる。 基本的に咀嚼中は会話をしない。口に食べ物を入れたまま、口を開けて喋ることは、嫌悪感も与え、作法に反する。会話は、料理が途切れた時など、口の中に食べ物が入っていない時に行う。複数人で会食するときは、同席者の食事のペースに合わせ、他の人より著しく早く食べ終わったり、あるいは他の人が食べ終わっているのに、自分だけが、 まだ食事中であるなど、他の人とペースが著しくいならないように気を払う。途中で席を立つのが無作法なのは共通している。座敷など座布団の上に座る場所での食事などでは、座る位置がその場の上下関係、ヒエラルキーを案に示している、神座。多くの場合では、入り口から最も遠く、床の間という掛け軸やいけ花が飾ってある場所が、 上座と呼ばれ、一番目上の人か大切なゲストが座る位置である。また、座布団を足で踏むのはかなり失礼な行為となる。仕事、ビジネス上でトラブルを避けるためには、案内する者に名刺などを渡して、案内され、示された場所に座る。畳が敷いてある場所では履物、靴、サンダルスリッパを脱ぐ。一方で、靴下や旅は脱がない。これは、 畳の上で履物を履くのは、葬儀中の死者以外におらず縁起が悪いこととされるためである。このほか、障子や襖の敷居、敷居、障子や襖が移動する木でできたレールを踏むのも無作法とされるので、意識して、またぎ越えるようにする。この理由は、敷居は柱と繋がって、家の構造となっているので、敷居を踏むと家が痛むからである。 敷居は、部屋と廊下の境目になっている部分にある。格式を重んじる席では、種類は、食事が一段落した後や、料理ができるのを待たせる間に出てくる。料理を主に食べている間は、酒は出ない。日本食であるにもかかわらず、料理と酒が一緒に出てくる場合は、格式を重んじない、砕けた席とみなされる。格式を重んじる解析では、最初の向こう付けから酒が出され、 ハ寸スンも魚であるため、酒が出される。また格式を重んじる。本前料理や酒席などもてなしの料理のため始めから、終わりまで酒が供される。その間は、酒と少量の料理が出るが、この間は、酒を飲みながら談笑するなど、ある程度はくつろいだ時間になるため、酒があるうちは厳格な作法を求められない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。